はい、おはようございます。スミワインです。今日は7月19日の今金曜日ですね。9時38分。今ホテルのチェックアウトを済ませて、ビジョンに向けてね戻るために車の駐車場に向かっています。ルクセンブルクはまあ景色もすごい良かったし、晴れて良かった、良かったし、ご飯とねワインも美味しかったので良かったですね。楽しく過ごせたし、いろいろ経験できたので良かったと思います。ただ冬はねめちゃめちゃ寒い。今は何度だろう、今はマイナス4度。寒い。それだけが冬に来るとね。雪降って晴れるとすごい景色は綺麗なんですけど、ただめちゃめちゃ寒いのがちょっとね、欠点といえばまあ欠点ですね。ということで、またこれからね、4時間ぐらい運転しないといけないので、まあ安全運転も気をつけて帰ろうと思います。ということで、また動画回すタイミングがあれば回そうと思います。ビジョンに戻ります。はい、今ルクセンブルクから帰ってきて寮の部屋に着きました。今日でこの部屋を過ごすのは最後ですね。まあこの後は明日出発する準備をしたり、あと最後ギリギリねバドミントン運動しに行けそうなんでこれ行ったりするので、ちょっと動画は今日は短いと思いますけど、こんな感じで今日はもう終わりにしようと思います。明日からはパリに行って、来週の火曜日からデンマークに行ったりと、まあ予定が続くので、また動画回せる時に回そうと思います。ということで、以上ルクセンブルクの旅でした。今日は終わります。ありがとうございました。